モモコとヘロニム・フィゲロア・アカブレラは、スペイン・ラスパルマス県出身の元サッカー選手。現役時代のポジションはミッドフィールダー。2002から03シーズン、セグンダ・ディビシオンに所属していた故郷の UD、ラスパルマスからデビューした。2年目となる2003から04シーズンは36試合に出場したが、セグンダ・ディビシオン B に降格した。 2004年夏にデポルティーボラ・コルーニャに完全移籍し、そのシーズンはアルバセ・テ VP にレンタル移籍してプリメイラ・ディビシオン初挑戦となったが、またもや降格となった。2005から06シーズンはデポルティーボに復帰したが、ほとんど出場機会を与えられなかった。2006から07シーズンにプレーしたらシン・サンタンデールと合わせて、プリメイラ3シーズンで1得点に終わった。 2008年、デポルティーボとの契約が切れたために、レンタル移籍してプレーしていた、ヘレス CD に完全移籍した。2009年1月から2月にかけて7試合連続得点を記録し、最終的に2008から09シーズンは17得点して、得点ランキング5位に入った。桃が得点した試合は12勝2分と負け知らずで、クラブ初のプリメーラ昇格に貢献した。 2019年6月30日、ラスパルマスとの契約を満了したラン。7月16日、現役からの引退を発表し、ラスパルマスのコーチングスタッフに加わった。ありがとうございます。